どうも、通りすがりの右翼です。まあ、それはどうです。冗談です。先ほどですね、東淀川区の、大澄神社、第15代応神天皇が皇居とされていました大澄神社ですね、大澄宮って言ったと思うんですけども、そちらから地下鉄を乗り継いで移動しまして、こちらにやってまいりました。で、また神社なんですが、こちらはですね、高津宮と言いまして、高津宮って書くんですね。ちょっと移動します。高津宮と言いまして、こちらは確実にここかどうかはちょっといろいろ異論があるところなんですが、第15代応神天皇の後を継がれました第16代仁徳天皇が皇居にされていたのではないかと言われている場所です。現在高津宮という神社が建立されております。ちょっとさっぱりわかってる。ちょっと移動しますね。こう歩きます。で、ここ神社なんですけれども、こうありまして、ちょっと動画を見てくださっている皆さんに見ていただきたいのはここなんですね。はい、こっちにね、こう東屋、壁のないこう建物がありましてね、屋根と柱だけの東屋いうんですけど、東屋がありまして、こういろいろ掛け軸みたいにかかってるんですけど、ここね、去年の7月に来たんですよ、一度。一度来て、で、ここも見学させていただいたんですよね。で、順番に説明します。はい、仁徳天皇の、これかの有名な仁徳天皇の神の玉戸というかまどですね、民のかまど、神の玉戸とか言ってなかったか、俺は。民のかまどという伝説がございます。これは何かと言いますと、ここかどうかは異論あるのかもしれないんですけども、第16代仁徳天皇が、ぼやけてきた。ちょっと光の加減でぼやけてきてしまって、すいません。こうした方がいいかな。こうした方がいいかな。はい。第16代仁徳天皇がですね、ここ大阪府谷町9丁目ってところの駅の近くにあるんですけれども、高津宮の高台、キーワード高台なんですよ。またぼやけてきた。高台の上から、夕方のご飯時の時間に、その高台から民衆の家を見下ろしたら、その煙が立ってない。当時電気とかガスとか換気扇がない時代ですから、ご飯を作るとなると、かまどで火を起こすから必ず煙が立つんですね。ところが夕方のご飯時になっても民衆の家から煙が立ってないと。こう見ていただくと、側近の者に、これはどういうことだって仁徳天皇がお尋ねになるんですよ。そしたら側近の人が言うには、陛下を恐れながら申し上げますと、民は今疲弊していて、税金っていうか、税が払えないほど生活が困っているので、ご飯もろくに炊けないんですっていうすごい返事をしたんですね。すごいですね。今、中国とか北朝鮮独裁国家でこんなこと言ったら、本当のこと言った人は処刑されますからね。だけど、もちろん仁徳天皇はそういうこと言われて、その側近を害したりはしませんでした。で、仁徳天皇が何とおっしゃったかというと、何、民衆はそんなに困っているのか、よし、分かった、民の暮らしぶりが良くなるまで3年間無税にする。 すごいですよね。国家元首ですよ、仁徳天皇って。3年間無税にすると言って、その民の、税をその免除したんですね。国民全部ですよ。国民全部税金取らないって、思い切ったことする。今、税務署というか、財務省発狂しますよね、そんなこと言ったら、ね。ただでさえ消費税率を上げろっつって、国会議員を脅かしてるのはあれ財務省ですからね。で、その3年間、民の暮らし向きが良くなるまで、この税金を取らない、税金っていうかお金じゃなかったかもしれないですけどね、お米で出してたかもしれないですけども、税を取らんというふうに定められて、で、仁徳陛下ご本人も質素な暮らしをされてですね、皇居なんか天井に穴が開いてたっていうんですよ、当時。でも直さないで、朝廷直轄地で宮家っていうのがあるんですよ、一応。収入源はあるの、朝廷も。宮家と呼ばれる直轄地があって、そこでお米とか取ってたはずだから、その全く収入ゼロってことはないんですけども、それ以外の民衆から取る
税のところは免除、3年間免除されたそうです。で、3年経って少しずつ民のかまどから煙が上がり始めたんだけども、仁徳陛下すごいな、ここの3年目の決断なんですよね。いや、まだ足りないっておっしゃって、かなりストイックな方だったんじゃないかなと思うんですけどね。いや、まだ足りないって、もう3年免税にするっつって、都合6年ですよね。6年間民衆から税金を取らなかったという陛下になります。で、6年経って、でなおさらその皇居も廃れてボロボロになってきた時にですね、この話がいいんですよ、ここから先。それを聞いた日本国中の国民が一斉に立ち上がってですね、陛下お願いですから税を受け取ってくださいっていう、デモとかキャンペーンをやったっていう、すごいですね。国会前に安保法制反対しろっていう連中今いるかもしれないけど、税金受け取ってくださいって集まったんですよ、そのお願いですから。でしかも頼んでもいないのに民衆が丸田ん坊とか担いできちゃって、俺たちの陛下だっつって、皇居俺たちが直すっつって、もうみんな寝ないで交代でさ、丸田ん坊とか担いできちゃってさ、頼んでいないんで、頼んでないのに民衆が勝手にその皇居を新しくしてくれたりっていう、すごい伝説なんですよね、これ。西暦400年代の前半だと思われます、おそらく5世紀初頭だと思います。だけどその民衆がね、税金受け取ってくださいっていう国家はね、多分世界中で例を見ないんじゃないですかね。だいたいてめえが贅沢な暮らししたいから民衆税金高くしてさ、で革命起こされてさ、でギロチンで首跳ねられてる国家元首っていうのは、よくフランス革命とかでありましたけど、税金受け取ってくださいって言われた陛下は初めてじゃないですかね。まあ それだけのすごい、だから送り名が仁徳って、仁徳ですよね、仁徳って書くんですよ、仁徳陛下っていうことで言われてます。また中国の歴史書に和の五王っていう、要は日本の国王で中国に朝貢した王様が5人いて、でそのうちの一番最初の三、さぬきっていうか小三の三ですよね、和王三って言われてる人がおそらく仁徳陛下じゃないかと言われてます。多分当たりでしょ、多分国民に称賛されたんだから三っていう字使ったと、あ、ぼやけてきた。国民にそれだけ称賛された方なんだから、和王三って言われても俺不思議じゃないと思いますね。それだけの人生を引かれたんで、まあ、仁徳陛下じゃないかな、かなとは思われます。で一応今立ってる場所がですね、これ動画見てくださってる方見ていただきたいんですけど、すごい高台に立ってるんですよ、ここ。わかるかな、これ。去年7月に来た時、ブログで静止画をアップしたんだけど、動画を回すの初めてなんで、だここすごい高台に立ってるから、まあまあ、今の肖像画ですよね。この肖像画が僕が今見せたところ、ちょっと光でぼやけちゃったけど、欄干、肖像画にも欄干がありますけど、ここだったのかなって、ちょっとワクワクしてきますよね。その西暦400年代前半だから、ちょうど今から1600年前なんですよ。ちょうど1600年前の時にあった、その、まあ、日本の天皇陛下のお一人、第16代仁徳天皇という方でいらっしゃいます。民のかまど伝説ということで残ってます。ね、こういうの学校の教科書に載ってないっておかしいですよね。日本の教育ってどうなってんでしょうね。本当に僕は無名のサラリーマンでさ、今大阪旅行してるだけだけどさ、昨日や一昨日奈良でも同じこと言ったんだけどさ、こう SNS とか YouTube の動画でもう本当に日本のそういうのをひっくり返していきたいですよね。誰が権限持ってそういうインチキやってるのか知らねえけど、本当にもう SNS とかでひっくり返していきたいと思ってます。はい、というわけで、長くなりました。今僕がいるのは大阪の谷町9丁目っていう地下鉄の駅の近くにある高津宮、高津宮って書くんですけど、高津宮というところ、第16代仁徳天皇の皇居があったと。皇居の名前もズバリ高津宮なんですよ、同じなんですよね。その場所に来ております。来てレポートをさせていただいております。はい、それでね、次回、今回の旅、3泊4日の旅では、第15代応仁天皇、第16代仁徳天皇の、をピックアップして、その歴史的な場所を歩いたんですけども、次回第17代李忠天皇っていう方、
この仁徳天皇の息子さんなんですよね。仁徳天皇の息子さん、まあ、仁徳天皇が崩御されてご即位されるかなって時に事件が起こります。だから次回の大阪関西ツアーはまさしくここ神津具がまたスタート地点になります。ここで事件が起きてしまいます。ちょっと悲しい歴史になっていくんですけどね。第15代応神天皇は朝鮮半島に何度も出兵して、もうほとんど特に新羅憎氏で、百済は同盟国でしたからね、新羅憎氏で新羅を徹底的に叩いた天皇で、次の第16代仁徳天皇はその民の暮らしぶりが苦しいと見るや、足掛け6年免税をされたという、で国民から税金受け取ってくださいっていうふうに言われたという素晴らしい、現在の皇室の皆さんもこの仁徳陛下をお手本にされているはずです。確かもうこの本当にもう日本を代表するような天皇陛下です。だから世界一の大きなお墓に入ってらっしゃるのかななんてちょっと思ったりもしたします。その人生を惹かれた国民のために尽くされた第16代仁徳天皇について、レポートをいたしました。で次回のツアーはその後17代李忠天皇、18代半蔵天皇、19代胤業天皇で20代とかね、その後ちょっとまあ端折りますけども、やっていきます。残念だけどそこから先って辛い歴史が続くんですよ。殺し合いが始まっていきます。皇室の中で殺し合いが始まっていくんですけども、その前の15代応神天皇、16代仁徳天皇はすごい日本の天皇家の中でいい時代を迎えていましたので、まあ、今回はそのいい話で終わりたいと思います。次回からは、ね、暗黒時代入っていくんですけども、まあ、今回はそこまでということにいたします。はい、長くなりましたということで神津具からのレポートを終わりたいと思います。以上です。